プリンスさんのペイズリーパークの自宅ではプライバシーを非常に重視したスターの死を悼んで多くの人が訪れ続けていますプリンスさんが1人で亡くなった自宅では数人の友人や家族が門の向こう側で葬儀のために集まりましたベース演奏家のラリー・グレアムさんです彼は音楽家でしたもっと頑張れと言われおかげで上達したいなくなってとても寂しいいかにもプリンスさんらしく ファンには無料の記念品が配られました。プリンスさんの音楽を称えるイベントも計画されています。対照的に身内の葬儀はささやかで美しく、気持ちのこもったお別れの儀式だったそうです。広報担当者によりますと、57歳のスターの遺体は火葬されました。 埋葬場所は公表しないそうです。プリンスさんが残した未発表局の秘密の保管場所があるのでは？と。ファンは噂し合う。一方でプリンスさんの死因について捜査は続きます。しかし、広報担当者は死因がわかるまで1月はかかる見通しだと話しています。bbc。